はこのシチューを評論家に、うちでハムを食べることを諦めた評論家に出すんだ。よいしょ。で、あ、新しい一問来た。来た、ハムだ。ハムが来たぞ。どうだ。なんでだ。はい、どうもよろしくお願いします。としのみゆです。それではですね、本日も、クッキングシミュレーターをやっていきたいと思います。いやー、やっていきましょう。ということで、まあ、前回で結構ね、しっかりと準備したんで、まあ、掃除台サクッと終わって、スキルとかのやつをカットしてから進めていきたいと思います。さあ、新しいレシピをアンロックできるようになってる。新しいレシピアンロックしていきたいですね。カボチャスープ。カボチャスープめちゃくちゃ簡単だな。これトマトスープとほぼ同じだった。これ。うん。カボチャスープに、マグロのステーキグリル。かっこいい。かっこいいけど、これも簡単っぽい？もしかして。うん。レモンを、20の。え？レモン、本当にそれで合ってる？なんか、写真と全然違うけど。4分の1ピースにして、その皿に移す。で、これなんか、4分の1ピースにしてるけど、2枚乗ってるけど、どういうことこれ？ちょっと写真と違いすぎてこれめっちゃ怖い。これちょっとやめとこう。これめっちゃ素敵なメニューだと思ったけど、むずそう。うん。もっとむずそう。これすごいね。めっちゃむずそうだけどめっちゃ面白そう、これ。鶏もも肉のオーブン焼き。鶏もも肉味付けして、天板で焼いて、トマト切って、チーズ切って、めっちゃいいじゃん。チーズ入ってきた、今回、ついに。すごいな。カプレーゼサラダ。サラダがね、あるんだね。うん。めちゃくちゃいいね、これ。なーに、これ。ちょっと気になるな。うん。よし。これを作っていきます。うん。そう。いいよ、いい感じです。新しい食材がいっぱい増えたね。うん。いやー、いいね。保存庫にチーズも入った？チーズどこ？チーズ、あ、チーズこれじゃない？お、チーズが入ってる。じゃあすごい準備しろって言われてる。うん。いやー、ちょっと待って。待ってね。ちょっと新しいメニューちょっとめちゃくちゃ怖いから、ちょっと準備したいな。新しいメニューの準備をしたい。いやー、ちょっと待ってね。ちょっと待って。どうしたらいいんだ？どうしたらいいんだ？とりあえず、粉末系？粉末系、新しいやつ多分まだ持ってないから。スパイスですね。今回増えたんだ、何が増えたんだっけ？クミンが増えたよね、多分クミン。クミンを買おう。クミン買っといて。よいしょ、ここに置いとく。うん。クミン。で、あと何がない？どうね。メニュー見よう、メニュー。新しいメニューに増えたやつが、カイエンペッパーもともとあるし、オリーブオイルか。オリーブオイルを買っとこう。オリーブオイルを買って、うん。オリーブオイル？よし、もこみちになる。購入。よし。オリーブオイルを置いておきます。間違えないようにだけど。ここに並べておいとこう。うん。で、どういうメニューだっけ？作ってみるのはちょっとさすがに早いか。あ、でも、サラダだったらさ、冷たい状態提供だから、カプレーゼサラダ作っちゃおうか、一回先に。トマト120とモッツァレラチーズ160。オッケー？持ってきましょう。いやー、これでいいや。よいしょ。モッツァレラチーズ、あんだからいいや。モッツァレラチーズを、160。まだ2個だね。よし。ん？扉が閉まらない。いやー、ボール越しだとできない。待って、120。とりあえず、これを持ってきて、これもここにね、ザーっと置いといて。よいしょ。このボールは、ちょっとこの辺に置いとくと。うん。で、扉閉め。閉まんなくなった。あ、これか。ごめん。閉まんなくなったと思った。うん。さあ、料理の工程は？はい。トマトは、
6分の1、モッツァレラチーズが、5分の1にピースにすると。うん。以下で味付けする。塩 5g。いや、これさ、ちょっとテストしていい？ワンチャンカット機でさ、うまいこといくかどうか試してみていい？トマト。トマトはダメかな？ワンチャンあれ。20の塊になってくれ。ほい。あ、全然ダメだ。バイバイ。このトマトは廃棄です。はい。いやー、難しいね。ちなみに君はどうだい？君も試してあげよう、一応。ワンチャンあれ。ポチッとな。モッツァレラチーズ。噛んだ。モッツァレラチーズ。あ、かなりバラバラに切ってちゃうんだな。いやー。17がある、そういうとこ。うん。あ、でもこれはとりあえず一回廃棄だね。テスト終了。うん。まあ、食材は無駄にしたけど、まあ、必要な犠牲だった。仕方ないんです。よいしょ。チーズ持って、はい、はい。チーズと、あ、トマトもそうやだ。無駄に使っちゃったんだ。トマトも持ってこよう。準備フェーズは ?3 分あるね。オッケー。まあ、偉すぎるんでね、こう予習していくスタイル？うん、偉い。トマトを6分の1にします。カットの感じはどういう感じだ？輪切りかな？うん。にゃー。輪切りに見えるけど、輪切りって難しいよね、6分の1。ちょっと待って。輪切り無視していっかな。普通に切っていいかな、6分の1。よいしょ。切ります。で、まずは、まっすぐに、よいしょ。いやー、切りますね。半分にする。違うや。切る画面にして。ちょっとマジで、わかんなくなるからまっすぐにしよう。まずまっすぐ、画面的にまっすぐにして、安定した手元で一回切るでしょ？回して、まあ、6分の1だから、30度ぐらいの角度をつけて、これくらいかなー。ザクッとって、下に30度ぐらいつけて、また。いや、ずれてたら嫌だけど、こんなもんだと思うんです。ザクッと。はい、綺麗にいったんじゃない？これ。24、19、16、23、21、17。まあ、9大点。ギリセーフぐらいの感じで、いいと思います。うん。いやー、トマト、オッケー。で、何すんだっけ？あ、トマト何すんだっけっていうか。チーズと混ぜるんだけど、このトマトどこに置いとこうかな。待ってね。トマトとチーズを、ピースにして塩コショウで味付けする。オリーブオイルも入れる。オッケー。とりあえずじゃあ、これ用のお皿1個用意しとこう。深皿かなんか1個持ってきて、そこに作っとこう。深皿。うん。ここに、このトマトをぶち込むと。よいしょ。にゃーん。オッケー。これで、この落ちてるモッツァレラチーズはポイすると。さっきの事故の後だね。うん。いや、なんか順調すぎない？僕、天才かな？天才かもしれない。あと1分半あるからモッツァレラチーズ切ります。いや、5分の1はむずいな。5分の1は難しいね、これ。5分の1かー。5分の1とだ、半分に切っちゃダメなのよ、一度も。いやー、適当に行くしかないか？適当に行きます。サク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 。いや、どうでしょう？ダメかなー？16のピースでしょ？ 13、19、19、11、18。まあ、悪くないんじゃないかな。なんか一個適当に、17のやつに変えとこう。うん。で、まあ、でもいいんじゃない？言ってもいいと思う。結構悪くない感じになってる。うん。これは捨てまーす。よし。まあ、誤差は許容していこう。自分に優しく、他人に厳しく、生きていきます。うん。にゃーっと。よし。はい、さ。オッケー。まあ、こ
んな感じでいいでしょう。いや、これ完璧じゃない？今回かなりいい感じな気がする。一個銃があるけど。まあ、気にせず行こう。うん。いやー、回収。はい。で、これに、塩コショウ 5g ずつつけてオリーブオイルだけ？残り10秒か。じゃあ、これはもうここまで、調味料なしの状態で置いとこう。はい。さあ、始めていきましょう。お仕事、やっていきまーす。うん。はい、ということで、ポルシッチ。もうこれ簡単どころの話じゃない、こんなのはもう。もう出すだけ。できてるもん。余裕ですね。はい、マスが出ますと。マスの注文が来ますと。はい。とりあえず、これは置いといて。ちょっとね、マスはね、この場所使いたいから、先にこれ終わらせてからでしょ。よいしょ。これを入れて、入れて。はい。もうこれを出します。はい。オッケー。もう簡単。今回のボルシチってどうなんだっけ？何か足りないところあるんだっけな？ちょっともうね、覚えてない。全然。あ、完璧完璧で、冷えすぎね。オッケーオッケー。まあ、いつも通りです。オッケーです。ボルシチを直して、マスを作っていきまーす。うん。毎回これ洗うのめんどくさいから、この上でマスやんのちょっとやめようかな。適当なところでマスを作ってから、いや、でもいいか。結局洗わなきゃいけないし。うん、いいや。よし。ます、ます、ます。落ちなかった。よいしょ。ますを持ってきます。うん。はい、オッケーでーす。よいし。ということで、ますが出来上がってます。よし、オッケーです。よいしょ。パセリ拾っちゃったけど、そういうのじゃないんで。パセリ落ちなかった、今。落ちたよね。よし、偉い。ちゃんと気づいた。拾った。ますを入れた。閉めた。置いた。はい。では、マスを出して、OK でーす。うん。完璧。ホースラディッシュ忘れた以外は完璧。もう、ホースラディッシュ、いらん。ホースラディッシュ、いらん。OK、OK。もう、ここに置いてすら忘れるもん。なんで、ホースラディッシュ、ここの方がいいか？な、もう、あ、本当に忘れる。もう、どうしようもない、これは。無理です。はい。次の注文です。はい、サーモンステーキとボイルドポテトです。やっていきましょう。うん。いやーもう本当に無理だ。嫌いすぎる、ホースラディッシュが。ひまわりオイル入れて、今回ね、ちょっと塩コショウ忘れないように、ちょっとさっさと入れよう。これをもう置いたら、即塩コショウ入れよう。5g ずつだよね。もう毎回忘れてるから、ちょっとこういうの忘れすぎ、本当に。1、2、3、4、5。OK。はい、ほい。塩も 5g 入れるよ。うん。1、2、3、4、5。OK です。もう完璧です。ということで、これ1分ずついこうか。うん。はい、はい、と。OK です。もう完璧です。まあ余裕のいつも通り、ここからまたカットします。はい、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 はい。にゃーっと、なったので、止めて、よいしょ。じゃがいもと、サーモンフィレもうちょっとか。よいしょ。にゃー。お皿忘れた。お皿持ってきまーす。よいしょ。お皿持ってくる頃には多分、サーモンフィレが出来上がっている。うん。にゃー。ということで。サーモンフィレ焼けてる？これ。焼けてるよね。にゃー。はい。オッケー。サーモンフィレと、じゃがいもを積んで、違う。よいしょ。じゃがいも積んで、出しまーす。これで、オッケーですと。よし。はい、どうぞ。お願いしまーす。よし、今回はね、ちゃんと塩コショウ入れたから、偉すぎる。オッケー。星5。ナイス、ナイス。うん。なんか、オーナー、うざいね。オーナーの態度が非常にうざいですが。まあ、いい感じに。はい、ポルシチ。にゃーっと。まあまあまあ、これもカットでいいレベル。新しい注文、ポルシチ2枚かい？あ、ポルシチ2枚だね。ポルシチ2個一気にやろう。カットしようと思ったけど、なんか珍しくポルシチ2枚というパターンが来たんで。うん。サクッと2枚出して終わりにしていきましょう。うん。どうぞ。完璧だ。新しい注文が来た。なんかめっちゃオーナーが騒いでくるな、今回。今回っていうか、前からそうだっけ？なんかめっちゃオーナーが騒いでくる。トマトスープです。トマトスープ、まだあと1杯あるんだよね。ラストあるんだよね、これ。よし、ラストのトマトスープです。にゃーっと。
今回スープ系多いから簡単ですね。多いですね。多いですね。簡単ですね。何が言いたいのか分かんなくなっちゃった。まあいいや。よし、こんな感じで。はい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 と。オッケー。もうトマトスープは300ないので、これハギですね。はいしょ。どうぞ、トマトスープ。ほい。オッケー。トマトスープ出しました。これもね、いつも通り冷えてるだけのトマトスープです。あ、なんかお客様から褒められたって。このおっちゃん褒めてくれることあるんだ。珍しい。残ったやつは捨てまーす。で、今回なんか新しいメニューもハムも来ない。ちょ、ハム来てほしいんだけど、普通に。ハムさ、来てくんないとあれができない。昨日焼いたやつ試せないんだけど、この。もはやこのハム、冷たくなっちゃってるよね。うん。いやーっと。チキンとかぼちゃのシンプルなシチュー出していきましょう。うん。ひまわりオイルは15。ポルシチ、ラストポルシも出ましたね。で、明日、というか今日の掃除フェーズか明日の準備フェーズで、やばい、ひまわりオイルなんか、脳死で稼いでたら、すごい稼いでちゃった。ちょっと待って、このひまわりオイルなんか別のとこに移しとこう。ちょっとやった。深皿もう一個持ってきます。深皿に入れときます。うん。やばすぎた。何をしてるの僕、急に。もうなんか喋ってるとね、ミスるね。いい日だ。これは、舌が回ってるけど回ってない、やばいいい日だ。うん。15ぐらい。いやー、全部注いちゃった。だって、こっから綺麗に15注ぐことできんのかな。いやーっと。さあ、ちょっとずつ、傾けて。いやー、いっちゃうな。ダメだ。これもう、ダメです。このひまわりオイルはバイバイです。うん。これもバイバイできる。あ、バイバイできるじゃん。いつもなんかここでじゃあ流す必要なかったんだ、流しに。普通に、軍箱でよかったんだ、これ。うん。とりあえず、ひまわりオイル15ちゃんと入れます。にゃーと。よいしょ。さあ、これで。よし、16で怒られたからね、この前。15きっちり入れた、完璧。はい、ボルシッチョー。お待ち！はい、シャーは、OK です。いい感じですね。なんだ今日のこのテンションは。いい感じです。とりあえず、ボルシチが出せたということで。うん。にゃー、これも、スープ、ポイポイしましょう。まあ、スープそうだ。あー、ボルシチ来ちゃった。作らなきゃ。ボルシチ新しく作らなきゃいけなくなった。出すぎだよ、今日。ボルシチ。ちょっと待って。めっちゃしんどいな。ボルシチってどう作るんだっけ？ボルシチの作り方。ちょっと、覚えてないんですよ。たまにしか作らないから。チキンブイヨン1本に、塩、胡椒、ビーツ、玉ねぎ、人参、パセリ。多いな、向こうでちょっとやってこよう。あ、こと50秒あるから大丈夫。50秒あるから大丈夫。オッケー。もう余裕だ。完璧すぎる。ほい。ということで、こっちをやりましょう。うん。オッケー。さあ、火を止めて、あ、完璧すぎるな、ほんとに。なんか、有能すぎないこのシェフ。オッケー、オッケー。さあ、さあ、さあ。置いて、これを、にゃーっと、はい。はい、しょ。入れて、はい。はい。はい、ちょ。よし、中一丁。オッケー。よいしょ。はい、出しますと。はい。まあ、普通に美味しそうにできたんじゃない今のは。だよね、完璧だ。何でちょっと点数減らされたか一応見とこう。だからさ、ひまわりオイルで怒るのやめてよ。意味わかんないからさ。鶏もも肉の加熱ミスは本当にわかんない。よし。オッケーと。うん。なんかちょっとのズレに厳しくなってきてんのかな。何なんだろうね。で、チキンブイヨンは新しく。あ、来た、新メニュー来ましたね、新メニュー。チキンブイヨンはもう1リットル必要なんで、新しいやつ買っちゃいます。チキンブイヨン購入。はい。これがちょうど1リットル入ってんだよね。よし。で、チキンブイヨンをぶち込むと。にゃーっと。待って、どうやって入れるのこれ。よいしょ。はい。にゃ。全部ちゃんと入れて。はい。オッケーと。あ、もう、注ぎ目。全部入れろ、全部入れろ。よし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 。オッケーよ。オッケーよ。オッケー。はい。全部入れた。もうチキンブイヨンの箱はいらんから、ぽい。うん。そこに流し込もうとしないで。あ、もういいや、これで。もう良くない。よいしょ。あー、良くない。ちゃんとやりたいんだ、こういう時。にゃーっと。はい。オッケー。完璧。さあ、ということで、こいつをひねりつぶして。にゃーっと。うん。はい。オッケー。にゃーっと。ちゃんとビーツまで。すべて破壊して、破壊したら、
でしょう。オッケー。直して。もし何分焼くんだっけ？何分焼くというか、煮込むんだっけ？塩コショウ忘れて危ないね。塩コショウ20入れて2分。了解です。塩コショウを、もう塩コショウ向こうで入れる。スープを持ってって、スープ、はい、ポイッと。塩コショウ20ずつです。はい。あ、こぼれた。こぼしちゃった。やーっと。何分入れた今、僕。こうか。これでいける？もう、間違ってたら知らん、わからん、もう。毎回1個ずつぐらいは事故が起きるね。いい感じです。はい、はい。まあ、これで2分煮込むだけなんで。よいしょ。はい、はい、はいと。よし、これが OK。で、新メニュー行きましょう、新メニュー。新メニューの時にちょっと他のやつ被せんの。マジでやめてほしかった、今。新メニュー、とりあえず、さっき作ったやつ、塩コショウ 5g とオリーブオイル10入れるから。まずそれからやろう。いや、待てよ。焼くやつ先やった方がいいな。焼いてる間にやれる、これは。鶏もも肉持ってくる。天板だから、マスのやつ、いつもマスやってるやつ。これってさ、これできる。これでどうなってる？これってこの天板。綺麗になるじゃん。もう掃除ってこれでいいんだ。なんか今まで頑張ってたね、僕。ということで、鶏肉持ってきます。鶏もも肉持ってきて、これを味付けしていくと。塩コショウ3、カイエンペッパー、クミン。塩コショウをここで入れよう。よいしょ。にゃーん。塩を3。コショウを1、2、3。オッケー。で、クミン。クミンも3だね。1、2、3。はい、オッケー。置いて、多分カイエンペッパーあれ。よし。じゃあ、1、2、3。オッケー。オッケーですと。これで、味付けオッケーなんで、これを2分。2分です。オッケーです。あー、氷！はい。まあ、焼くからオッケー、大丈夫。にゃーっと、はい。入れて、2分、2分、はい、ぽい。で、そろそろこいつが出来上がる？ 22 分か。まだもうちょっと先だね。で、この間に、じゃあ、カプレーゼサラダを作っていきますよ。胡椒を。カプレーゼサラダどこに置いたっけ、僕。カプレーゼサラダの元、あ、これだ。よし、これに、はい。塩 5g。1、2、3、4、5。はい。にゃーっと、はい、これ止めて、スープ出来上がり、胡椒。1、2、3、4、5。OK？ これで、オリーブオイルを ?10 ミリ。オリーブオイル10ミリ。にゃーっと。にゃーっと、はい。もうちょっと。はい、OK。これで、もう、ブーンって回しても意味ないのは知ってるけど、回して、はい。にゃーと。あとはこれで、もう一緒にね、出してしまえば終わりでしょ。ということで、普通にまず、お皿持ってきて、スープから出そう。はい、このボルシチを出していきます。ボルシチを出すので、ここでいいや。よいしょ。はい。スープ。はい。はい。久々に熱いスープが出せるね。よいしょ。ちゃんと温度のあるスープを、よいしょ。ここに置いて。はい、どうぞ。ボルシチでーす。はい。ボルシチ。あー、もう完璧だ。あったかいからもう星5。もうね、こういうね、最近寒くなってきたしね。こういうのがいいんですよね。わかります。でも僕は冷たいのを提供し続けまーす。ということで、そろそろこいつが焼き上がりますね。これは何のお皿に入れたらいいんだろう、わかんないけど、まあ、とりあえず焼き上がるの待とう。2、1、はい。はい、オッケー。よいしょ、置いて。止めて。お肉、いい感じです。よし。お肉は120。お皿の種類は決められてないけど、お皿の種類決められてないなら、ここに入れちゃう？
ここにぶち込んで出してみるか。まあ、それでいいでしょ。バジルの葉取ってきて。バジルの葉は？あ、9g。結構いるね。バジルこれが1個3だから、あと2個はいるから、あとでいいや。いやー、ここに鶏もも肉置いて、バジルの葉を、はい、はい、と積んで、このわけわからん感じの、すごいやばい状態だけど、これでいいかな？出してみよう。どうでしょう？はい。いやー、いい感じじゃない？星 4.5。4.5 十分。何が足りなかったか一応見とこう。いや、完璧じゃん。完璧、完璧、完璧で星 4.5 なんだ。何が足りなかったんだろうな。僕の予想では、あれかな。塩コショウがちゃんと混ざってなかったとかだと思うんだけど。もしくは、お皿が悪い。よし、まあ、そんな感じで。完璧でしょ。うん。オッケー。お客様から僕の腕を褒めるくれと、天狗になっちゃいますか。よっしゃ。ということで、掃除フェーズです。掃除フェーズですね。ハム来なかったなぁ。この、もう冷えちゃったよ、このハム。これ本当に提供するの僕。うんかなぁ。まあいいでしょ。まあまあまあ、そんな感じで。いやーす。んー？とりあえず、やることやっていきましょう。このスープを。スープさぁ、このまま直してていいんじゃね？ボールいる？今更なんだけど。めっちゃ今更なこと言っていい？よく考えたら、このまま置いといて、鍋さ、買い足したらよくない？お金ももう結構溜まってきたし。鍋いくらする？多分全然買えるよね。鍋買えるもんね。鍋買っちゃいますか？鍋買っちゃいます。オッケー。あれ、なんか違う鍋買った？おっきい鍋買ったけど、まあいいでしょ。おっきい鍋で今度からスープ作ろう。え、ちょっとこのスープポイって置いといて。置いとかなくて、もうここでよくない？ここはダメか。え、スープ作る場所どっか決めよう。スープ、ここでいいや。ここに置いとこう。うん。完璧じゃないもん、これ。もうちょっと下にこうやって隠すのもやめる、僕はもう。あ、ここで冷えてるのを堂々と置いていく。で、僕偉すぎるから、深皿あごに並べよう。あごに深皿いっぱい置こう。にゃーん。いや、どうだ？それはいいのか？いいのかな？待って。これを置いとく？これで、うわ、そっか、これお皿を、ないんだっけ。そうだ、そうだ。あ、ここにちょっと深皿を大量にストックしとこう、僕。減らすぎますしよ。にゃー。完璧じゃない？これ。にゃー。で、こっちにあの、お玉を、移そう。にゃー、これ天才の所業だな。これはいいぞ。まあ、お皿、こっち。にゃーと。いやー、頭良すぎる、これ。わかんないけど。これなんか頭良すぎるとか言いながらこれしてんのめっちゃ馬鹿にされそう。やだ。まあいいでしょう。でもこれ完璧だと思う、僕。このボールはちょっと片付けとこう。あ、ボール重ねられないか。ボールいいや。この辺に詰めとく。うん、また。いつか使うときまでこのボールはしまっとこう。いやーと、はい。よいしょ。で、ボールを、もう一個は適当に投げておくと。はい。よし、オッケー。完璧だ。オッケーじゃないですか？この辺めっちゃ汚れてるね。掃除、普通に掃除ペースします、ちゃんと。やーっと。洗います。え、掃除できない？なんだろう、これ。こういう、なんかちょっとずつ溜まっていく汚れがすごい嫌だ。どうやればいいんだろう。これを掃除できるアイテムない？なんかその他アイテム。え、黒ビールのタレとかある？今知った。ビールあるんだ、ビール。いいね。にゃーっと。スポンジしかないなぁ、スポンジ。いやー、なんか汚れたら汚れたままなのかなぁ。仕方ないのかなぁ。うん。にゃー、まあ、そんな感じですか。待って、今ね、ちょっと気になった。この料理本とかいうの買っていい？これもしかしてなんだけど、これを見ることによって、待って。置けない。置けすらしない。料理本を見ることによって、なんかどこでもメニューがわかるとかかなと思ったんだけど、呪いのアイテムとかしてしまった。持ってしまったらもう置けなくなった。置けないんだけど、え、ぽい、ぽい。あー、もう、ぽい。取る。え、なんもないじゃん。本当にただの料理本だった、これ。ふざけやがって。
じゃあ、ちょっととりあえずここにポイしときます。なんだったんだ、この子。待って、もうちょっと綺麗に置こう。よし。謎の料理本を買ってしまった。にゃー。そんな感じで。今回掃除はこんなもんでいいんだっけ？掃除しなきゃいけないところを見とこう。掃除はまあいいです。この辺のだからこういう汚れも取れないんだろうね。ここも取れなかったし。水の汚れ取れないのかな？赤皿をこうやってね、積み重ねることができることに気づいてしまった。じゃ、完璧だ。ということで、今回この辺で終わりにしましょう。よいしょ。はい、ということで、なんだっけ？今回はとりあえず、昨日作ったハムが出せなかった。ハムが冷えちゃったね。加熱にしどうなんだろうな。ダメだろうな、あのハム。あのハムちょっとまた廃棄して作り直すかもしんないです。それでは、今回この辺で終わりにしましょう。お疲れ様でした。またね。バイバーイ。